薬屋の16話を見て感想を語るみんなの反応集。ではどうぞ。久しぶりのミステリー回すごく良かったな。作画も安定してたし見やすくていい。ミステリー回が来るたびにそういえばこれってそういう話だったわってなるんだよな。キャラの魅力が高すぎる。来週の内容を考えると今週は1話でまとまるかなって思ってたけど兄折りが良すぎたわ。やっぱ末っ子がお父さんが言ってたって言ってるところ兄折りだよね。めちゃくちゃ良くてちょっとグッときた。来週の化粧会もなかなか楽しみだし化粧するところで終わるのどうなんだろうって思ってたから今週のこれは大正解。化粧会も何気にクソ好きだからアニメで見れるの楽しすぎる。予告だけでドキドキだったわ。いつも嫌がらせのごとくマオマオに無理難題を押し付けてるのに羅漢が絡むと申し訳なさそうなのおもろいな。マオマオの言う通りだよな。いつもノリノリなのに上金のとこの話めちゃくちゃ好きだからこれがアニメで見れるの最高すぎる。オープニングで出てきてるいろんな演出が毎週のお話で回収されていくの嬉しい。今週は鍵のところだね。マオマオ普段はめんどくさそうなのに人種が嫌そうだとノリノリなのめちゃくちゃいい。人種様が申し訳なさそうな時はマオマオノリノリで二人の感情が真逆なのはなんでなんだよ。ミステリー回来た。平和な感じのニュアンスも大好きだけどやっぱりミステリーが入るなこの作品は。久しぶりだからめちゃくちゃ満足度高かった。漫画では1話の内容をアニメでも1話で贅沢に使ってくれて最高。マオマオパパからの依頼だからめちゃくちゃめんどくさいんだろうな。相手の頭が切れるとなるとなおさら。いってらっしゃいって手を振ってるおばちゃん。しっかりその抜けてる間の仕事は後で増やされるのちゃんとしてて好き。抑揚師とか他のところでは毒味役として働いてたから掃除とかはしなくてよかったけどあるしこれが正常なのかもね。まあまあおまおも掃除とかしようとしてたけど止められてたしこのくらいはしないといけないこととして理解してそうな感じはあるよな。美白の犬みたいな感じも大好きなんだけどこの場線って人のキリッとした一匹狼みたいな空気感も最高にいい。馬仙さんマジで武漢だし滑稽ししかもちゃんと礼儀が備わってる感じ最高。こういう変わった部屋作りってのも職人さんって感じがしていいわ。アーキスティックな部屋憧れる。アーキストの部屋ってなんかしら意味が込められてるものが多いからこだわり探すの楽しいよね。この鍵のシーンオープニングの部分のやつか。だんだんオープニングの内容が回収されてきて嬉しい気持ちでいっぱいだわ。弟の言うお父さんが残した妙なものっていうセリフが妙なものじゃないのちゃんと伏線として繋がってて最高すぎるんだよな。薬屋はちょっと前に出てきた伏線とかじゃなくてちゃんとその話に出てきた伏線をその話で回収してくれるから見やすくていい。兄弟がめんどくさそうにしてるけど末っ子だけ優しいのがリアルだな。この兄たちの不愛想な感じとかとっつきにくい感じとか最悪すぎる。馬仙を顎でクイクイってするマオマオさん。そんな雑な扱いすなよ本当に。ダメだろこれ。これマオマオと武漢の馬仙派どっちの方が偉いんだろう。絶対マオマオじゃないよね。顎で使ってるのやばい。お母さんみっともない。で兄弟たち惜しかったと思ったらめちゃくちゃ罵って部屋出ていくのほんまくさ。お母さんかばうのかなと見せかけてエグいパンチラインを兄弟全員にぶつけて去っていくのおもろすぎる。マオマオがハッとして気づくのがすごくいいよな。コナンが事件解決の糸口に気づいた瞬間みたいなゾッとする感じある。マオマオのこの詰まった知識力というかすぐに解決までの糸口に気づくのいいよな。誰かと思ったらガオシュンに似てるのか、で似てるか、と思ったら似てたわ。この人も苦労するんだな。そんなに似てるかな、と思ったけどめちゃくちゃ似てて笑っちゃった。ガオシュンさんと同じようにうろうするんだろうな。末っ子が力強く言えないのも納得だよな。マジで声が優しすぎて何か悲しくなる。末っ子、お前がいい子すぎる。
でも技術をしっかり受け継いでて安心才能じゃなくてそれは努力だよ。3男に残された証拠の金魚鉢かわいいな、こういう証拠みたいな綺麗なものの作画がこのアニメはすごい綺麗だから好き。金魚鉢みたいなのもそうだけど液体とかやっぱこのアニメの作画すげえよ。安定してるし質が高い。鍵穴の作画が良すぎてビビった。こういうところに力入ってるの本当にありがたい。鍵穴の作画めちゃくちゃいいな。画面がぐっと凝縮される感じ最高。昔のように茶会をするようにってのが重要な伏線になってそうでいいよな。これぞミステリーみたいな感じの話で最高に好きだ。この話割と過去一で好きかもしれない。ワンクールの内容を詰め込んでるからか毎週いろんなところで回収されてあのシーンかってなるの楽しいよな。虫眼鏡と同じ要領か。光を集めたりするの懐かしいな。こういう子供でもわかる演出好き。こういうわかりやすい科学を交えたミステリーって癖になるな。残した遺産がわかる人にはわかるみたいなものなの。めちゃくちゃいいな。見男の子が得をするの最高にいい。無口な人だったのかな。お父さんが残せる最大限のものって感じでめちゃくちゃいい。上二人が嫌な兄貴すぎたからこの末っ子が将来的にしっかり報われてるならよかった。この子が一番いい子そうだからこの子がちゃんと幸せになってるならよかったわ。見て盗むをずっとしてきた賜物だね。これから有名な細工師になって楽しんでくれ。弟さんにしかわからないこの感じ。お父さんもちゃんと家族を見てたんだな。すごくいいな。お父さんの遺言ってこれ兄折か。めちゃくちゃ素敵な話やんけ。お父さんがちゃんと兄弟を見てるのが兄弟たちにもちゃんと伝わったのエモすぎる。お父さんの笑顔素敵すぎて泣いたわ。寡黙で難しい人なのかなって思ったけどめちゃくちゃいい笑顔やんけ。こういう職人とか気難しい人がめちゃくちゃ素敵な笑顔してるとなんでかわかんないけど泣きそうになる。なんて素敵な笑顔なんだ。お父さんあんた素敵だよ。親父のことをバカにされて怒る弟か。この子が一番しっかりしてるな。この子だけに遺産が行き渡ってくれ。タンスに何か入ってるならこの2番目がタンスをもらえばよかったのになと思ったけど最後まで見て納得した。素敵だわ。でも兄弟はみんな職人やめて末っ子だけが作ってるのね。もったいないな。みんながちゃんとそれぞれの役割を理解してるのがすごくいい。またみんなで仲良くしてほしいな。職人をやめたけどちゃんとそれぞれが持ち味を活かせるようになったのいいね。お父さんの手のひらで人種を動かしてる感じがめちゃくちゃ不気味だよな。この人本当に味方なのか。お父さんめちゃくちゃ難しい人だな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。